おはようございます。本日はですね、ジョンブルに行きたいなと思います。で、ジョンブルの方がですね、撮影許可が下りてですね、店内で買い物してる様子を、撮影できるので、夫婦で一緒に、行ってまいりたいなと思います。はい。それではですね、今から、ジョンブル行くんですけども、一応パンツはジョンブルで、僕のお気に入りの、イージーパンツで来たんですけど、なので、今日はですね、こんな感じで、ちょっと、スポーツミックス的な、感じの服装で行ってまいりたいなと思います。いよいよですね、そのジョンブルの男の人藤原さんというんですけど、藤原さんとですね、いよいよ会って、動画にも今から出てもらうんですけど、結構動画で言ってる割には僕も1回しか会ったことなくて、これ今回2回目なんですけど、女の人の、この間宮口さんっていう女性のスタッフの方がいてたんですけど、その方の方がですね、もう3回ぐらい会ってるので面識はあるんですけど、藤原さんとは2回目の、運命の再会ということで、楽しみにして今から迎えたいなと思います。では、今からジョンブル南千葉へ行きたいなと思います。レッツゴー。天王寺到着です。次はですね、地下鉄の御堂筋線に乗り換えて、まずは心斎橋へ行きます。はい、それではですね、長堀に来て、もう多分その辺なんで近いんですけども、この後ですね、服見終わった後は、今のところは時寿司に行こうかなとは言ってるんですけど、いかんせん僕が昨日も寿司行ってるので、2日連チャンになっちゃうので、ちょっとどうしようかなっていう感じで、ラーメンかもしれんな。ふだんもう一回ラーメン食べたいってこと？寿司食べたい。お気寿司。ちなみにネタやって何が食べたいんですか？はい、それではですね、近くまで来ました。とうとう、男性のスタッフと会う時が来ましたね。お店がこちらです。ちょっと遠いかな。はい、ということでですね、今無事鍵も開けてもらってですね、本来はここは12時からオープンという形なんですけど、他のお客さんとかの配慮のことも考えていただいて、11時半から30分前に開けてもらう形になって、今から撮るっていう形になって、配慮いただいたんで、久々に、お会いする男性のスタッフです。藤原さんです。どうぞ。はじめまして。動画ではお話しさせてもらってるんで、見てくれてる方は多分知ってると思うんですけども、実際出てもらうのは初ということで、で僕も会うのは2回目です。そうですよね。すいません、じゃあ今日よろしくお願いします。おはようございます。すいません今、着てもらってるこのジャケットが機能的なジャケットっていうふうに聞いてるんですけど、はい、去年のシリーズがそこに出てるんですけど、うん、クールノットっていう名前でうちはラインナップとして作ってるんですけれども、でこれが要は撥水性もあってっていう。そうです。一応特徴としては速乾、すぐに乾きますよっていうところと撥水、で、あとは透湿、汗かいたり蒸れたりしてもこう逃がしてくれますよっていうのと、あとこういうメッシュ状なんですけど、ストレッチもしっかり入っているので動きやすいっていう機能があります。一回ちょっとジャケットを着てみてもいいですか？はい、何色着てみられますか？藤原さん着てはるベージュと、あとこっちも着てみたいです。かしこまりました。これがそのジャケット以外にもパンツもあるし、あと帽子とかも。そうなんです。小物と、あとカットソー。あ、カットソーはい、はい、このシリーズになります。へえ、すごい。カットソーも、はい、T シャツっていうよりは少しデザインフルオーバーのようなバランスで、ポケットの位置とかコードで裾が絞れるようになっていたりっていうT シャツの上からでもかぶっていただけるようなバランスで。ああ、なるほど。こんな感じで1回目来た時も藤原さんが丁寧に教えてもらったんで、それのおかげで分かりやすかって、これを買ったっていう感じなんですけど。ありがとうございます。今日は絶対入り込んでたんで。どうぞ。
あ、めっちゃ軽いですね、やっぱり。はい。へえ。それでサイズが？こちらで M サイズです。M サイズ。あ、はい、ありがとうございます。すいません。どう？サイズはまあ M って感じだろうな。うん。ブランドが一緒やからシルエットとかも合うしな。ゆったりしてる感じで。すごいあの風の抜ける感じが一番この洋服の特徴なので、結構もう一緒に外に出ていただいて、あの外を一回一緒にうろうろしてめちゃ風通しますよねちょっとじゃあ一回見てどうぞどうぞぜひぜひちょっと外外出ましょう。あ、すいません、あの間あの送ってくれたじゃないですか、はい、でそれ動画にしてたらなんかしっかり最後まであのお辞儀してる店員さんですねみたいなめっちゃコメント取ったよな。 ありがとうございます店員さんの感じがいいですみたいな。 ありがとうございます。どっちが分かるかな。でも確かに見え方違うかもしれんな、うん、同じ両方とも M サイズで着てます。めっちゃ軽いですね。色味が絶妙やな。うん、外で見た方がまた違うね。いいな、うん、この手のハイテク系のウェアってやっぱり得意なブランドさんがいいものはたくさん出してるので、うん、その中でもこういう色味とかちょっとミリタリーの要素を加えて普通つけないこういう雨蓋って言ってポケットのこういう蓋とかをあのつけたり、うん、こういうのは全部ミリタリーのディティールから取っていたり、うん、でボタンとか言われたら確かにこういうのがあったらイメージ変わるんやろな、はい、今日の格好に合ってるね。合ってます、うん、パンツがちょっと合う。あ、そうだねで、これが色違い。これブラック、はい、こちらがブラックです。あ、ラインナップとしてはあとはこの手のなるほどなるほどコートタイプノーカラーでちょっとすっきりしたデザインで作ってます。これも羽織ってみたら一回。ああ、そっか、うん、なんか西野みたいになっちゃったねキングコングなんかイメージありますね。ね、こんな感じですよね。確かにこう長いの着てるイメージ白衣みたいな長いの着てるイメージですね。あ、ほんまやな、ほんと。いや、これもうパンツがいいね。ああ、そうか、ね、何着てもあ、こう顔隠したらさ、こう綺麗にはまってる、うんうんうん、夏に向けて同じ生地で、はい、ショートパンツ。あ、紹介した。履いてはるデニムも一回履いてみたい。あ、かしこまりました。すいません。ありがとうございます。かっこいいですね。僕が履いてるのこちらですね。ごめんなさい、つかちゃった。ごめんなさい、すいません。かっこいいですね。ジョンブルはやっぱり岡山の小島に本社のあるデニムがメインのブランドなので、毎シーズンデニムはこういう定番ものとデザインものっていう風に分けて作っていて、これが今年の春夏のデニムです。そもそもモロッコがフランス領だった時のフランス軍モロッコ人部隊があって、その人たちのユニフォームがこういうディティールだったんですよ。それをデニムの素材で作ってます。なるほど。なので男はこういう歴史的背景好きやからな。はい。あ、西のジャケット。これも同じ素材で作っているコートで、ね、昔のトレンチコートの原型になるんですかね。タイロックっていう。こういうコートとパンツと。これとかじゃあ、そう言ったらセットアップでもいけるっていう。セットアップでもいけます。結構海外の方とかやっぱり。なんか国産のデニムでかつちょっとオリエンタルなデザインでも気に入ってうちだとセットで買ってくださったりとか、ちょっと着物っぽい雰囲気にもなったりするので、着てください。どうぞ。着替えてるのは大丈夫かな。それはいいわ。覚えかけなんだ。いろんな人が見ましたって。あ、そうなんですか。そうなんですね。なんか幅広いなっていう。あ、感想ですね。すいません、その後全然お会いできず。あ、いやいや、なんか一人でたまにちょこ2回ぐらい来たのかな、はい、なんか会えなかったって帰ってきてから言っててなんか、うん、ないのかなとか言っていやあら、かわいい。ちょっとゆったりの可愛らしい感じだな。うん、はい、
ここ持って引っ張ったらヒューってしまう、うん、でまたここ持ってヒューってやったらもう片手で全部いける、まあ、こんな感じ。薄いっていうか、撥水のあるやつ、うんうん、糖質性もあってっていう。シルエットが分かる。はい、では次は長ズボンです。でさっきがここで終わった、あのショートバージョン で次がロングで履いてて、同じような生地で、全く同じ生地で、防水で糖質性があってでストレッチ性があるという感じで、触り心地は結構なんかあのストレッチ性なさそうな感じやんですけど、履いてみたら結構ストレッチ性はある。全然こういう屈伸運動とか足上げても苦じゃないし、伸ばしても全然苦じゃない。それでサイズが M？ これは S ですかね。すいません、 S です。 S。 メッシュの構造の唯一の欠点としては、そういう摩耗とか引っ掛けにはやっぱりちょっと弱いっていうのはあると思います。なるほどなるほど。そのあたりのバランスも含めてこういう軽さとか、まあ、快適さに特化した生地だと思いますね。これってアウトラストのパンツに比べると生地はだいぶ薄いじゃないですか。はい。ってなると、どうしたら春、夏、秋ぐらいな感じのパンツですかね。そうですね。アウトラストに比べたらやっぱりちょっとこう風の抜け感がだいぶ違うので、風が冷たくなってきたらだんだんと出番が減ってくるかなっていうイメージです。確かにめちゃくちゃ僕の中で想定してるのはそういうフェスとか、あと個人的には釣りとかをするんですけど、あの日焼けがやっぱり言っても男子も日焼け結構しんどいので、そういう時にやっぱりちゃんとさっきのこのブルゾンとか長ズボンとかを羽織っていただくことで日焼け防げて、 T シャツ1枚と同じくらいの快適さでっていうふうに過ごしてもらえるかなと思います。ビターッといただきます多分これ今見てくれてる人でズサーって入ってるわかりやすい。わかりやすい、うん、これは完全にセット、今この状態は全く同じ素材の、ロングのコートとあとパンツで、さっき履いたのがそれの半ズボンで、さっき外に出ていったのがこれの色違いの、このこれぐらいの丈のやつみたいなっていう感じで、今のところはこのクールドットっていう生地ですね、はい、のものを今のところ全部着てるっていう感じ。回ってすごい、そのエアコンの風でもうなびいてる。そうなんです。タックちょっとこれ開けて。こんだけ向こうが。なんかこうアーティストな感じするか、うんうん、なんかそれっぽくやりますので、はい、それは藤田さんとかやったら多分もっとここから帽子つけたり小物入れたりしてもっと上手いことになると思うんですけど、僕とかわからないんで、ほんまにパンツ履いて着て。ただけっていう感じだけど、まあ、それ相応にやる、うん、服見たことないよ俺、うん、でもすごくいい西の感がちょっと確かに。それこそ昨日休みだったので、はいはい、3点全部あの洗濯したんですよ。でやっぱりそのまま着てきたんです。分かりやすいかなと思って。分かりやすいです。で結果がまあ、うん、T シャツ、デニム、まあ、若干シワ感あって、うんうん、この子はないのでやっぱりシワはなりにくいかなとは思います。うわーすごいな、そこ計算してはんのすごいな、うん、一応でも洗濯は普通にできる感じですか。はい、お洗濯はまあ、なんでしょう、お家の状況とか、例えばフックがついたお洋服とかと一緒にお洗濯するときにはやっぱりメッシュの構造なのでネットとかに入れてあげるのが一番安心ですけど、まあ、こういうデニムとか T シャツとかだったらもう僕はそのまま洗ってしまいます。ちょっとデニム履いてみてもいいですか。ぜひぜひ。これあの作風ちゃんの履いてるの見てなんかめっちゃいいなと思って、シルエットとかやっぱり一回洗っている状態なので多分履かれた感じはまた全然違うと思います。普通にコットン100で色落ちも、はい、色落ちも僕の場合やっぱりあの接客で竹上げの時に左膝つくので、はい、あ左膝だけ一回洗ったら当たりが今いい感じに出てきました。うーん、好きな人が多分なんでしょうね。そうですね、育ってきたなって思います。どうぞ。これやっぱええわ、やっぱりデニム得意なので、シルエットも綺麗やし、はい、でなんかこの
細かいところ、こういうのとか、まあ、さっきも言ってはったみたいに、こういうのがあったり、あと背中のここ、はいはい、V のところねとか、まあ、こういうところで、まあ、タックとかもそうだけど、きれいめで作られてて、ここなタック、うんうん、タック、うんうん、きれいめで作られてるけど、素材はデニムやから履いていけばどんどん色も落ちていくし、さっきの藤原さんみたいにこう、ここだけ右尽くしてたらここだけやし、ジョンブルって岡山のデニムブランドっていうイメージなんですけど、はい、もう基本的にはで岡山で作ってるっていう感じなんですか？デニムに関しては基本的には岡山、もう岡山の小島っていう地域がデニム、はい、ストリートみたいなところです。あ、そうですそうです、はい、あの近くにうちの本社もあって、もう1階がそういうデニムを縫う工場で、その上がもう本社になっていまして、我々販売員もそれこそ最初の1ヶ月は新入社員の時はもうその工場でデニムを作るっていう研修を1ヶ月岡山でやるんですよ。すごい。なのでみんな入社したらすぐ自分のデニムを生地を切るところから作って、その完成したデニムを履いて最初お店に立つんです。なのでやっぱりみんなデニムが一番知識的には得意 で、今はそこに合わせてこういうハイテク素材とか、うん、アウトラストとかっていうのも一緒に提案しているようなイメージです、ね。すごい。今はそれ履いてるんですか？今は僕は実家に置く。でもよかったよ、売ってないから。氷マスターがちょっとカットしよう。基本的に店頭に販売されているのがワンウォッシュユーズド系だったんですよ、はいはい、なのであのその当時のモデルのリジットを持っているっていうのは本当に本社とかそういう販売員だけっていうようなちょっとメリットだと思う。なんか結構スタッフによっては育てていく人と、はいはいはい、もうリジットのままでずっと記念に撮ってる人っていう風に。これジョンブルの裏話やな。聞いたことないし、まあ、普通知らんもんな。なので竹揚げも必ずみんな一通りできるようになってますし、あ、じゃあそれが商品になって売られていく過程を入ってある。そうですそうです。基本的になんかこう部署ごとに、はいはい、あのボタンをつける人とかサイドを縫う人みたいにあのセクションで分かれてるので、その中に入ってこう流れを知っていくようなイメージです。これ今見ててデニム好きな人だったら入りたいと思うかもしれない。やっぱりその過程知るのってなかなかないから、はい、僕入社したのもそれこそもうあの自分でやっぱりそれが体験できるっていうのを知って入ったんですよね。なかなかこういう販売側の人間でけどちゃんと見ようと思ったらものづくりの現場が見れる企業さんが意外と少なくて、そういうところにメリットを感じてので、やっぱりデニムは好きですね。すごく。でそもそもそういうことを販売員やけど物作りの過程見たいと思ってもメイドインジャパンじゃできないですよね。そうですね。ってなったら限られてくるし、さらにその中でもそれだけの施設が整ってやらできないですよね、はい、なんか岡山の場合はそういうそれぞれに特化したあの工場というか、あいやったここやし、そうですここやしみたいな。なのでうちの場合オリジナルで生地屋さんと一緒に生地を作ったりもするんですけど、もう生地の専門の業者さんから生地を取ったりとかもしますし、やっぱりオリジナルで力を入れてるものはもう糸から開発したりもしますし、お洋服の産業の中でも得意不得意に合わせてこう生地のチョイスだったりとか、じゃあ例えば縫製は今回はどこどこさんにお願いしようみたいなのがあったりします。でそこでうちはやっぱりデニムを縫うのに特化しているので、デニムに関してはもう自社工場で作ってます。だいたいジーンズストリートのこうイメージでいうとおじいちゃんの職人さんとかがもうずっとやってるようなイメージですけど、うちは割と20代の女性の職人さん、まあ、オペレーターさんっていうんですけど、オペレーターさんたちが多くて、その人たちがやっぱりメインでこのアイテムたちを作ってますね。なんかよく聞くんですけど、そのやっぱ日本の岡山のデニムといえば世界でもすごいって聞いたりして、はい、海外の人からもガッて来るじゃないですか、はい、それって何が基本的に違うんですか、海外との違いっていうか。日本の場合は専門的にできる
工場さんが多いっていうのが1個あるっていうのと、細かいところに集中できるっていうのが日本のメイドインジャパンなんですね、はい、こだわりがすごいみたいなのが強みなのかなっては思います。ほんまにデニム好きな人ってこうリジットであったり赤耳であったりとかって、はい、でそのステッチもじゃ あオレンジより黄色の方がいいとかってこだわってるじゃないですか。けど好きじゃないっていうか知らない人からしたらそんなに分からんけど、好きな人はやっぱそこまでこだわるから再現できますもんね、はい、日本人。例えばですけど、卓上さんが履かれているこのデニムに関しては、はい、やっぱりさっきも言った通りスラックスのような見え方にするために糸ってあのそんなに主張してこない同色の確かに糸を使ってるんですよ。こういうところにステッチが入ってるけど、これは同色やけどこっちはオレンジの紐で、はい、あの縫われてる。やっぱりこっちのタイプと一番違うのはセルビッチっていう、多分ジーンズ好きな人だと今あーってなると思うんですけど、ここにやっぱりアイコンのカラーであるイエローをあえてうちは使っていたりとか、そういうところでこう視覚的なこだわりっていうのが一個できるのと、あとはすごくマニアックなところで言うと、こういうボタン、普通多分シルバーとか銅ボタンを使うところを、うちはユニオンメイドさんっていう企業さんとこう別注でこういうラッカーのボタンを作ってもらって、これもあのデニムが育つのと一緒に塗装が剥げてくるので育っていく過程が楽しめたり、こういう中の部分、一般的なデニムってここってオーバーミシンって言って、あの切りっぱなし立ち切りの部分をこうミシンでバーッと補強して作るんですけど、そこがやっぱり見た時に綺麗になるようにパイピングって言って布を1枚当てて上から重ねて縫っていたり、こっちもこれがオーバーですね。なるほどなるほど、ああよく見ますね。オーバー部分が見えないようにセルビッチをここでも使っていたりとか、うん、結構こう履いてる本人にしか分かんないとこですけど、縫製がすごく綺麗だったり、あと純粋に耐久性が上がるので、うんうんうん、その細かいところがやっぱり履ける年数にも変わってきたりする。そうですね。でこういうのができるのが岡山のデニムの強みなのかなとは思います。うん、他とか言ったら桃太郎ジーンズとか。そうですね、桃太郎さんもすごいです。あそうです。僕たちもやっぱ絶対に研修の時に見に行くので。あそうなんですね。これやったら男とかやったら、まあ、俺があんま知識ないけど知ってる人とかからしたらこれで酒飲める感じになるけどな。このデニム1本あったらね、2時間3時間ぐらいは。今卓造さんが履かれてるのもこれもリジット、まだ水を通してない状態なので、ここからどれぐらい履き込んでどれぐらい洗って色落ちさせていくっていうので、またお酒が美味しくなるよ。お酒が、はい、多分僕 YouTube の話もね一切しないんですけど、丁寧に教えてもらってびっくりします。そりゃそうですよね。あの時に喋ったやつが YouTube やってるやんみたいな感じで。それもあの会議で出たらしくて。あ、そうなんですね。YouTube で。そうです、そうです。あのうちの京都店の店長が、あのファンらしくて、チャンネル登録して見てたら、俺、うちのパンツが紹介されてる大阪店で、お兄さんって藤原しかいないって、会議の時にわざわざ来てくれて。あ、そうなんですね。え、この人接客したって。あ、そこでじゃあ皆さん知り合ったんですか。そうです、そうです。なるほどな。あとね、なんかチャリ T シャツってここが多いじゃないですか。あ、ですね、あります。あ、あるんですよ。逆にどうやってご存知ですか。いや、こう今日来る時になんか調べとって、ありがとうございます。どんなんあるんかなって見させてもらってた時に、なんかチャリ T シャツ面白いなと思って、なんかあれが寄付になる感じなんですね。そうです、そうです。あ、ちょっとご用意できると思うので、お前持ってきてもいいですか。あ、お願いします。ちょっと時間かかるかもしれない。座って買ってください。申し訳ないです。お待たせしました。ありがとうございます。こちらです。あ、すごいちっちゃいんだ。それが90センチっていうサイズの子供用で、へえ。これだけうちキッズから大人用から。かわいい。これな、実は意味がある、うん、あ、そうなの。はい。あのさ、あ、てかこの色良くない。その色ね、なんだろうね、これは。でもこれ開封むず…あ、開封できるんだ。LL
3,800円、安い。本などは毎年出してるんですか？毎年、はい、ムジティのシリーズは何種類か出していて、うん、このパックのシリーズは今年が初めて。6色展開で、もう S から LL まで、結構幅広くサイズも作っています。なんかこの手のパック品の中だと、柔らかいので、まあ、ほんまやな。柔らかい綺麗な生地を使ってます。うん、本当だ。これで本物なんですか？このシリーズは一応縫製をもう中国の工場にお願いしているので、この値段でもうプラスで出し、プラスで田舎とこうかっていうのを買っていただけるように作ってます。では、男性の方が藤原さんで、女性の方が宮口さんです。うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それで購入してきました。まあ、嫁層がパンツとか、買ったんで、まあ、またそれは多分、デート Vlog とかで着ると思うんで、その時にあの嫁層からニヤニヤして紹介してもらいたいと思います。ということでですね、まあ、今日は動画ここまで見てもらって、多分おそらく結構長くなってると思いますが、見てもらってありがとうございました。